こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました父の日に向けた素敵なプレゼントを一緒に作っていただこうのコーナーでございます。今日はなんと世界一の庭師であります石原先生に、来ていただいております。石原さん、お願いします。庭師の石原です、よろしくお願いします。芸人さんじゃないですよね。元気だな。ちょっと石原先生はもう本当に世界を股にかける庭師の方でございまして、その石原さんがなんと父の日にプレゼントする盆栽のやつを一緒に作ってくれるってことですか？はい、今日用意しております。黒い器と白い器になっております。はい、でこちらの中の土は何でしょうか？この石上げの焦げですね。で、この木は何ですか？西洋カマツカという木とですね、はい、赤松という木になっております。カマツカと赤松、こちらね、雪の下って言ってるんです。春に来た、はい、白い花を咲かさないんですけど、これを使って植えていきたいと思います。この土を、まあ、とりあえず入れちゃいます。はい、7割ぐらい入れます。7割くらい、この赤松をさっと入れちゃう。はい、さらにこれにですね、さらに土を押し込んで、これ外に出るの圏外と言います。圏外という今状態です。圏外ですね。もうアート感バリバリ出てますよ。真横に伸びてますもんね、今ね。そうです、ね、はい、かっこいい。あ、苔は周りに沿うように。そうです、そうです。これ苔を入れると作ったばっかりでですね、はいはい、これがまたもう何十年も前からあったかのような風景を。確かに見違います。ちょっと松の枝を少しカットして、はいはい、葉っぱが多いので、はい、多い、面白い。はい、はい、完成でございます。松がこう太陽欲しがって川の縁、もみじとか出るんです。はい、これをイメージして。それをイメージされてたんですね。段階絶壁に松がブワッとこう、はい、はいはいはい、ありますか。かっこいいですね。はい、この土を入れてください。まず土を入れて、これもすごい状況なんですよね、僕。本当に世界の方に。ちょっと、死後が済まない。死後が済まない。はい。根っこちゃんと椅子の中に入るように。あ、これ入れましょう。雪の下、ちょ、雪の下も入れないですね。おーしよしよし。雪、あー、終わった。来たね。大胆に。ちょっとこれ曲げちゃいましょうか。曲げちゃっていいんですか？いいか。これか、これから、これはいかん、こういう、それなら OK。 だから太陽がここにあると思ってください。なるほど。例えば、例えばこう持ってきて、はい、こういっちゃう。ちゃんと葉っぱは太陽に、はい、これを、はい、こう切ったと思わせて入れて、おー、来た来た来て、来てますよね。これ、これいいよ。これ、ボコン言いましょう。これボコン、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 で、キュッキュッ。これが当たってる、これね。当たってますね。これ当たってるんで、はい、これ根元がよ、根元が。根元がこれ、じゃあバッサリ。ボボン。え、これ結構入ってますよ。いい。ボン。ボン。ボン。はい。入ってきました。入ってきました。森が出てきました。ハイジンの森。ハイジンの森出てきました。これハイジンの森です。はい。僕が作った盆栽でございまして、もう愛着めちゃくちゃ湧きますね。これを今日本当にもらって帰っちゃって大丈夫ですか？ぜひお父さんに。で、先生がさっき作られてたこちら、こちらは、ね、まあ、販売させていただきます。あ、販売になるんですね。はい、3800円で吉本園芸のサイトで買います。ご購入いただけると、はい、そう置くんですもんね。そう置くんですね。はい、うわー、かっこいい。で、これも先ほど作られてた、そうですね、こちらも買えるってことですね。ちっちゃいの2800円。これを見に僕も実家帰っちゃいそうな気がしますし、どうなってるんだろう。吉本園芸で盆栽ブームを父の日から全国に発信したいと思います。父の日には盆栽をプレゼントして、はい、ちょっと買いましたけど